常に安定感のある小島です。見事に4勝目をマークしています。さあそれでは吉井監督のインタビューが入ってきました。マリーンズ吉井監督です。いい試合運びになったかと思いますが、試合振り返っていかがでしょうか。はい、打線がよく頑張ってくれました。その中で先発小島投手8回まで投げました。振り返っていかがですか。よく投げたと思います。で、完封ペースなんでね、あそこいつも小島には厳しいこと言うんですけども、あそこでカウント悪くして、長打あるバッターに、エイヤー勝負になるとああいうことになるんでね、ああいうところをしっかり抑えてほしいなと思います。ただその回8回まで続投させましたけど、このあたりはいかがですか。昨日も言いましたけど、ちょっとチーム事情で明日はちょっとブルペンデーになっちゃうんで、なるべくブルペンを使いたくなかったっていうのが気持ちです。そして打線の方つながりました。打線の方はいかがでしょう。4番の茶谷が本当にいいところで打ってくれました。この茶谷選手の4番の起用というところは監督から見ていかがですか。いや、前からずっと考えてたんですけども、コーチ陣に反対されてようやく実現したって感じですかね。本当バッティングいい子なんで、その長打打つ4番というよりもこの なんとかつなぐ4番という感じですかね。そして明日はそのブルペンデーというところでプロ初先発広田投手、どんなところに期待をしますか。ちゃんと試合をスタートさせてくれたらそれでいいです。これで再び首位浮上となりました。いかがですか。知らなかったです。はい、では明日も、ぜひいい試合を期待いたしております。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。